次は野球だ。この野球ゲームだ。お前との対戦を希望したい。このゲームは私の最も得意なゲーム。まずはチームを選抜してください。ジャガーズ。ジャガーズ。なるほど、攻撃力に重点を置いたチームを選んだわけか。4割を超える打者が2人いる。ならば私はレッドドラゴンズを選ぼう。レッドドラゴンズ。先攻後攻、好きな方を言いたまえ。先攻。いいでしょう、ジャガーズが先攻ですね。では行きますよ。何？おいジョタロウ、今一体何をしたんじゃ。ボールが投手の手を離れるより先にバットを振ったぞ。今ジョタロウ、何を試しぶりばかりしてるんだ。お前まさかそのひょっとしてこの野球ゲーム、いやテレビゲーム自体操作したことがあるのか。答えろジョタロウ。なに、野球のルールは知っている。ゲーム操作はやりながら覚えるぜ。なんだと、今の全くタイミングのずれた無様なスイング、操作の仕方、お前このゲーム初めてだな。今度はボールがミットに収まってから振り寄った。ど素人だジョータロー様、テレビゲームそのものをやったことがないな。ふざけるなジョータロー、貴様何を気取ってるのだ。お前は自分の魂をかけたんだぞ。もう降りることはできないのだ。やれやれ、こういう時は励ますもんだぜ。一回の表だ、まだ始まったばかりだ。頑張れジョータローってな。何を考えているんだ。いくらお前のスタープラチナが超精密な動きができると言っても、テレビゲームに無知の人間が奴に勝てるとでも思っているのか。何を考えているジョータロー、一体何を考えているんだ。一回表、ツーアウトツーストライクノーボール、続いて投げます。いいだろう、もうバッティングの方が大体覚えた。何、今なんて言ったんだこいつ。バッティングの方は何だと、大体覚えたと言ったのか。一体何のことだ、何のことだ。なかなか面白いゲームだ。私の敵はこうでなくてはな。ピッチャー交代、背番号15から背番号77へ。
そして投球予告をする。これからこの77番はど真ん中へフォークボールを投げる。なんじゃと？投球予告じゃと？ど真ん中へフォークボールを投げる。信じるか信じないか。イエス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 。参る。何？ので答えられるものでなくてはならないのだ。様を暴いて魂を抜き取ってくれる。何？違うコースだ。許して。許すか許さねえか心の中を読んでみりゃいいじゃねえか。ノー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 。